深川セメント製造所は明治時代に東京都江東区成長1丁目に存在した官営模範工場の一つ。このことから官営深川セメント製造所とも表記される。1872年に前身となる大倉省所管の深川節面特製造所が着工。近代建築に必要なポルトランドセメントの国産化を図ることを目的としたが、 果たせぬまま1874年に工部省に移管。責任者の宇都宮三郎が投資、技術を習得後、1875年に工場を作り直し、深川セメント製造所となった。製造所で日本初の国産セメントの製造に成功した5月19日は、セメントの日となった。浅野総一郎の像深川セメント製造所後1884年に、 関営模範工場の売却が行われ、深川セメント製造所も対象となった。製造所は浅野総一郎らに売却され関営製造所の歴史を閉じた。これが浅野セメントとなって浅野財閥の基礎になった。工場は浅野セメントとして存続し、2012年現在、製造所の敷地跡は浅野コンクリート深川工場のほか 読売新聞社誘致となっている。付近には、本邦セメント工業発祥の地の石碑のほか浅野、総一郎の立像が建てられている。工場周辺が宅地化するにつれて、工場からの粉塵が問題となり、1912年には5年以内に立ち抜くことで、周辺住民と合意した。結果、浅野は、大体地を埋め立てで確保することとした。翌1913年から、 大島千崎の埋め立てを開始し、2年後の1915年には埋め立て完了、1917年には新工場が創業を開始した。一方、1916年末に設定されていた深川工場の退去期限は、第一次世界大戦の影響で1年延期となったが、その間に導入したコットレル囚人機が威力を発揮したことで、工場退去を撤回させることができた。 国内におけるポルトランドセメントの工業家森川秀正日本財閥市教育者歴史新書1986年26ページ ISBN4 から 315402486AB 東亜建設工業100年史、P30AB 東亜建設工業100年史、P31 加藤国沖郊外と技術の近代史第三章 郊外地帯の形成。P11-2012 年7月11日閲覧。ありがとうございます。